ほど映像にも紹介がありましたが、こちらですね、真ん中に写真がついているので水中の中を撮影できるんですが、付属でですね、この餌やりアームというのがついているので、この中に餌を入れてあげていただいて接続していってですね、魚さんがいる水槽に入れてあげると、この餌をですね求めて魚が近くに寄ってきてくれるので、それをですねこの真ん中にあるカメラで魚さんのですね映像を、餌が食べてる映像を写真や動画で撮ることができるんですね。もしかしたら今このお魚さんが寄ってきてくれるかもしれないですが、実際に餌をあげてたりしたので、これ入れるとですね魚さんも餌をくれるんじゃないかと思ってですね近くに立って思うので、これももしかしたらですねこのお魚さんが、餌は今入ってないんですが、ずっとですねこれで餌をあげているので、餌をくれるんだと思ってもしかしたらですねやってきてくれるかもしれないですが、なので魚とですね仲良くなれちゃったりもしますね。なので水の中を動かしています。結構水の中をね自由自在に動かすことができます。なかなかね水の中をこうやって動かすことってできなかったので、すごくね楽しい気分にもなりますし、実際カメラがついているので水中の撮影ですね、写真とか動画を撮ることがしていただくと、実際にライトがつくようになってますね。ライトした。はい、そうなんですよ。今ちょっとライトをつけたので皆さんにお見せしたいなと思うんですが、形でライトがついたりもするので、暗いところでですねライトをつけて動かしていくと、まさにですね暗闇のこう洞窟の